私、クソ男に引っかかっちゃうのよね。見る目がないんだな。クソ男ってどんなの？砂糖水を塗ってるから体中アリだらけの男とか。それは見る目ない。両腕がドリルになってる危険な男とか。本当に危険なやつ。高価な壺を売りつけるだけじゃなく、壺が好きすぎてずっと被ってる男とか。見る目ないとかのレベルじゃないよ。